こんにちは、タオルマンです。山竹会始まったんでやっていきます。ですね、これ3回目ぐらいですね。録画してたんですけど、今流行りの画面録画で、iPhone 撮ってたんですけど、バカだからね、声が取れてないっていうね、すごい切ない状況になりまして、後から撮ってます。ですね、これは基本的に緑、貴族性でアンチワープ持ちで反射がいいっていうことなんで、自分はデッドラビットがいないので、フレンドのデッドラビットとベルフゴール2体で回ってます。で、最初のステージですね。最初のステージは1打目ここはまれるんで、まあはまっていきましょう。で、こいつら動くんで2打目もはまれるようになるんで、はまっていきます。基本的にバハムートが右上の数字が蘇生になってるんで、それが蘇生されちゃうと鬼やらホミキューやらなんとか何でも復活します。でですね、この鬼はですね、左下の3が即死になってます。まああとは普通の山竹と一緒ですよね。ならその即死が来る前に必ず倒しましょうということでやってください。でね、ホーミング九州さんは、まあ、何のためにいるんだか分かんないんですけどね、結局その僕らのプレイヤーのアシストの要素の方が強くて、まあ生かしてても大丈夫だし殺してもいいしみたいな、要は動いてくれる、はまれる用のブロックみたいな感じ、悪さもしないんで、まあ仲良く行った方がいいと思います。で、基本的にバハムートなんですけど、まあこのクエスト自体そうなのかもしれない、ボスが極端にそうなんですけど、弱点倍率が結構すごくて、弱点かまさないと、あの弱点がついてるキャラはまあ基本的に倒せない。これデッドラビット打ちますよね。で、クリティカル出ます。クリティカル出てもまあ倒せないんですよ、結局ハマっても。だから弱点があるときにハマる、弱点があるときに叩く、そんな感じでやっていかないと、下とか上とか、サイドとかに弱点ないところに挟まっても基本的に倒せませんということでですね。ほらね、パフォームと倒せないでしょ、ここが厄介な点ですかね。で、豊臣秀吉連れてってますね。これアンチワープの貫通で弱点キラー持ち、とにかく倍率がいいんで弱点キラーめっちゃいいですね。で、今バハムートの蘇生で鬼が復活しましたね。ただまあ即死まで5ターンあるんで、だいぶ問題ないのかなと。で、ここはもう直殴りで、まあ弱点叩けばかなり叩けるんで、じゃあ基本的に弱点で、弱点ないときは鬼を倒しに行くとか違うこと考えてった方がいいのかなと思います。まあでもほら、限定キャラが重心化するとやっぱりどっかで接待があって、これ弱点キラーのおかげで結構減りますね。もう一押し足んなかったんですよね。多分バハムート1200万なのかな、ポイント今の見る限り。もうちょっとでって感じね。これもハマってるんですけど倒せない、3800万、380万当たってるけど倒せない、やっぱ弱点ね。で、弱点かませないなと思ったらもう鬼にはまりに行く、あとで蘇生されちゃうんですけど、あんまり長引かせて2ターンとかだと結構厳しい部分があるんで、これ残り2ターンになっちゃうんですよ。で、自分が秀吉でこれ貫通なんで、はまれないからやばいですね。これで残り1ターン、この回はこの時が一番良かったもん。これデッドラビット溜まってるんで、今ストライクショットの確認中ですね。これで下にはまれなかった保険で打ってます。でもはまれちゃうんですけどね、本物らしいやつだったけど、まあでもこれ、こういうのを我慢しないで打ってった方がいいです。今回のクエスト長いんで、
あの普通に溜まっちゃうから打った方がいいっすね。あのやばいなと思ったら、特に鬼のターン数。はい、山竹進化前登場。これもラッキーですね。ベルフェハマれるとこいたんでハマりに行ってます。ここで見てほしいんですけど、まあちょっと剣取ってパワーアップしてるんですけど、弱点シャカシャカします。するとこれで1700万ダメージ。まあ1700万当たってまだ死なないんですけどね。まあどれだけ弱点叩かないとダメなんだっていうのが分かってもらえればいいっすかね。これもとりあえず下手くそっすね。これも弱点は1回でも殴れるように打った方が良かったかもしれない。これも右側入ろうと打って失敗ですね。まあこれ直殴りで100万、ん ?96 万出てるのかな、9万6000か出てても全然あのビクともしないんで、弱点狙っていきましょう。810万、817万。秀吉さんちょっとね、1枚はおすすめだけどな。獣神化のデッドラビット4枚とかで来られちゃったら話になんないんだけど、ない人はいいんじゃないかな。これベルフェ、あの下にはまっても倒せないんで上狙ったんですけど、はまれなかったですね。これね、みんな場所悪いんですよ、パッと見。だから打つと思います。打ちますね。まあこれ打つときはちょっと壁に当たって乱反射するように打った方が自分は好きなんで、やっぱ直線的に打つとやっぱイレギュラーもないんで、まあ目に見えたダメージしか出ない。モンストって意外とイレギュラー多いじゃないですか。うん、でこれも弱点キラー使ってね。下の鬼が2ターンで怖いかなって、んでハマりに行くか。なるほどね。次で蘇生いきますね。これ蘇生来るんだけど、バハムと蘇生来るんだけど鬼が復活しなかった。これもラッキーパンチかな。これもハマりに行きます。これ多分でもハマってても全然ダメージ当たんないですけどね。リーフが当たってバハムとか死ぬ。これもラッキー。この辺はね、弱点はやっぱ狙ってます。弱点に1回カーンってなるだけで、1回こう一撃狙うだけでもベルフェゴールとか、キラ持ちの方はかなり削れちゃうんで、普通にねカン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 するように弱点1回の方が効率いいですよね。ホミキューいっぱい出るけど、これあれハムスター的な存在です。はい、激化ですね。なんだこの辺はね。はい、48段、もう長いって、この長さでなんかもう分かっちゃう。これね、正直みんな場所悪い。バハムと撃破しないと結構話になんないんで、やばいなーと思って、これ勝負かけます。迷ってますよねやっぱね。これ場所が悪かった。上に弱点あれば倒せてたんだけど、この辺でちょっと危機感感じてちょっと崖に出ますね。これ最初タンポポ連れてったんですよ。これ1500万当たってます。タンポポ連れてって初手でストライクショットを打ってですね、バラージショットガンとタンポポのやつで500万ストライクショットを出したんですけど、全然効くともしなくて、正直タンポポじゃなかったっすね今回はね。今直殴りですよ。秀吉とデッドラビットの直殴りで突破。それ見たんでこれちょっとゴリ押し狙ってますね。ベルフェゴール強いし、ちょっとやばいかなと思ったけど、3800万なのかな、3800万、ん ?387 万、ん
3800万だろ、わかんねえや。まあとにかくとんでもないっちゅうねこれね、秀吉初手だったら多分飛ばせたんだよな。まあしょうがない、秀吉初手じゃないの見て固めにいってますね。秀吉初手だったらちょっと狙ったけどな。これ弱点の位置が悪いんでストライクショットやめてますね。この辺がちょっと自分のビビリだなと思う。正直これでデッドラビット、バハムト弱点狙いですね。さあ食いってるもんね。もう多分即死がこの右上の12とか書いてあるやつなんでしょうけど、まあ、弱点狙ってやればまず12ターン食わねえんじゃないかなと思う。あのミスリードなんですよ、あのホミキューとかでハマれる位置にこうやって出るんですけど、これミスリードなんで弱点狙わないようにわざとこういう出現のさせ方してんのかなと思う。これね、秀吉の時にいいところで弱点が出れば多分もう楽勝っていうかワンターンでできるんじゃないかなと思う。1200万であんだけしか変ですよ。これでベルヘゴールが溜まったの見てちょっと安心してますね。弱点いっぱい一回当たっただけでこれですからね。でここからちょっとハマろうって意識が高すぎてうまくはまれない感じですかね。600万。はい、さよならっすね。うん、こんな感じですかね。あんまり、うん、難しい感じはしなかったっすかね。一番でもイザナミ海岸めんどくさい気がする。うん、ベトベン4とかベトベンだっけ。うん、はい、無事クリア。まあ本当に苦労しなかったな。てってれー。これねちょっとテンション上がりすぎちゃってスクショ撮ってるんですけどサブ友情見てないですね。何だったんだろう、ちょっと気になりますね。まあそんな感じでクリアです。とりあえずデッドラビット持ってなければベルフェゴールでいいのかな。でダメージソースで秀吉はちょっとおすすめかなと思います。はい、良ければ高評価、お願いします。また撮りますんで良ければ見てください。じゃあのー